皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の動きですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。このままですね、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。 それでは、先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。先週末ですね、2月3日の日経平均の割値が27,509円でした。 で、前の週が27,382円でしたので、まあ、1週間ほどでですね、まあ、127円ほど、まあ、週足ベースでまあ上昇させてきたという形になります。まあ、ただですね、先週の日経期の動き、まあ、チャートを見てもお分かりかと思うんですけれども、まあ、このように拡大してみますと、ずーっとですね、こう横ばいの揉み合いが続いていって、週末の3日にですね、 ちょっと上値、ね、トライしかかったんですけど、まあ、押し戻されたと。まあ、それでもですね、まあ、2万7500円の節目は回復してきたといった形になります。まあ、窓を開けてで,ですねポポンポンと 勢いよく上昇してきまして、まあ、緑の線の75日同平均線ですとか、まあ、オレンジの200日同平均線ですね、まあ、ここをです、ね、キープしているような格好にはなります。でこの上値の重たさ、まあ、これも確かに感じられるんですけども、じゃあ、かといって、まあ、下値のサポートをトライしているかというと、この株価のです、ね、ローソン価の下に見ていただきたいんですけども、移動平均数のところまで下がる場面がなかったといったところありますので、まあ、もみ合いというより27,500円を意識した膠着状態、まあ、こちらから ついいいたたのかな、な、まあ、そういっっ印象になっています。でですねまあ、今後のポイントなんですけれども、まあ、基本的な見方はまあ前回、先週と変わっていません、昨年のです、ね、8月の高値と11月の高値、この戻り高値どうしを結んだこの上値ラインですね、まあ、ここをトライしていくという状況になるかと思います。 で、まあ、株価のですね、まあ、株価水準的なゾーンなんですけども、こ2 7500円から2 8000円ですね。まあ、ここに足を踏み入れているといった形になりますので、まあ、ここら辺でですね、どのように推移していくのか、ここら辺が注目されるのかな、そういった状況になっています。で、まあ、今後のですね、ポイントといいますか、まあ、見通しにつきましても、こちらも前回とあまり変わっていないという状況になっています。 で、先ほどのですね、先週の揉み合いというのが、まあ、今後のですね、まあ、相場展開にどういった影響を及ぼすのかというところなんですけども、まあ、前回ですね、この動画でも紹介したこのチャートなんですけども、いわゆるですね、この株価と緑の線のこの75日同平均線ですね。 まあ、ここをですね、まあ、ポイント二つありまして、一つは株価がこの75日線を超えてくると、まあ、過去チャートこの水流の矢印で示したように、まあ、一段高しやすい傾向があるというところと、あとはですね、この株価がそこを打ってから、まあ、75日線まで戻す、まあ、局面ですね。 例えば、まあ、足元というのは、まあ、窓開けで勢いよく75日線突破してきたわけなんですけども、例えば6月ですとか8月、11月というのは、まあ、株価が底を打ってから、まあ、このようにです、ね、75日線で揉み合う展開というのがいくつか見られているという状況です。 で、この揉み合う状況を経てからですね、まあ、株価が同じように上抜けてくると、この上振れ幅がまあ大きくなりやすい傾向があるというところですね。まあ、そういったところを踏まえると、さらに過去に遡った3月の局面というのは、まあ、こ,うこのように窓を開けて、ですね勢いよく一気に底打ちから75日線を回復していくんですけども、そこからですね上値よしはちょっと短めになっているといったところがありまして、でまあ、前回の段階ではですね、やっぱり勢いよく、 株価が75日線回復してますので、上の余地がですね、まあ、狭くなる可能性があるかもしれないといった点指摘したんですけども、先週のこの揉み合いによってですね、下段のこの75日動平均線の乖り率ですね、ここを見ていきますと、まあ、勢いよく、 この0%、75日線を回復したと、まあ、揉みを続けてきたという形になりますので、まあ、過去ですね、上振れ幅が大きかった6月、8月、11月、まあ、このようにですね、75日度平均線乖り率の0%付近でですね、まあ、揉み合っているという,う局面を経てますので、まあ、先週のこの膠着感というのが、いいようにですね、まあ、機能していけば、 この上値ラインをですね、超えてくるといったことも十分想定されるのかな。まあ、そういったですね、予感を感じさせるような形になっているというところです。なので、こう、日経平均に関してはですね、まあ、チャートの形というのは結果的に良くなっているというふうに考えることができるかと思います。 でただですね、同じこう国内の株価指数であるトピックスの方を見ていくと、ちょっと景色が変わってくるといったところありますので、まあ、そこら辺も見ていきたいと思います、えー。ご覧いただいているのがトピックスの冷やしチャートになるんですけども、まあ、トピックスについてはですね、まあ、先週のまあ火曜日ですね、1月の31日に高値をつけていった後、株価がですね、このようにまあ売りが優勢になってまして、週末のですね、まあ、2月3日にやや持ち直して終了しているという形になっています。 で、トピックスに関しては、8月よりもですね、11月の戻り高値、こっちの方が大きかったといったところありますので、まあ、上値ラインは短めではあるんですけども、この11月と、まあ、先週の高値、1月31日の高値ですね、ここを結んだ上値ラインが描けるという状況になってますので、一旦ですね、この上値ラインで跳ね返されて、まあ、株価が押されているという状況になっています。で、下段ですね、これ MacD 乗せてるんですけども、赤い線の MacD がシグナルをですね、下抜けするクロスも出てます。 のでトピックスに関してはどちらかというと上昇の一服感が感じられる、まあ、形になってますので、まあ、今後ですね 早い段階でこの上値ラインを再トライできるのか、もしくは下がった時にはですね、この75日度平均線ですとか、25日度平均線、あとはこのオレンジの200日度平均線、まあ、ここら辺がですね、サポートとして機能するかどうか、まあ、こういったところが試されるという状況ですので、まあ、日経平均と異なりまして、トピックスはですね、何気にこう、下値の硬さというのも、ちょっと意識されるような状況なのかな、そんな状況ですので、まあ、日経平均のトピックスにですね、温度差があるといったところは押さえておきたいところかと思います。 で、話をですね、再び日経平均に戻すんですけれども、まあ、目先の日経平均のレンジですね、まあ、こちらも、まあ、この動画で何度も紹介しております。まあ、先ほどもテーマとなりました75日同平均線との乖離率、まあ、こちらをボリンジャーバンド化したものを、まあ、今ご覧いただいているわけなんですけれども、先週末の日経平均の75日同平均線乖離率というのは、えー、とプラスの0.9%。 96%というところで、今の株価というのが75日線から1%ほどですね、まあ、上の方に位置しているという状況です。で、まあ、2月3日時点の75日度平均線というのが2 7244円というところですので、このプラス2シグマからマイナス2シグマのです、ね、このパーセンテージ、まあ、こちらを当てはめて計算していったものが、まあ、こちらの表に示したものになってくるかと思います。 で、目先はですね、この27,643円というこの青い線の、まあ、プラスの1シグマですね。まあ、ここをトライする展開から始まりまして、まあ、勢いがつけばですね、プラスの2シグマと、例えば、えっと、先週末時点でいけば28,000をちょっと超えたたり、まあ、ここら辺までのですね、上昇予知というのはあるのかな。まあ、そんな状況になっているかと思います。 で、以上を踏まえてですね、まあ、今週の焦点見ていきたいんですけれども、今週というのは先週の注目イベントだった、まあ、アメリカの FOMC ですとか、まあ、雇用統計を受けて迎える週となります。じゃあこの FOMC と雇用統計どうだったのか、まあ、ざっくり振り返っていきますと、FOMC ではですね、 結果を見ていくと、まあ、市場の予想通り、まあ、0.25%の利上げが決定されましたと。で、その後のですね、えっ、ー、と、パウエル FRB 議長の、まあ、記者会見では、まあ、これまでですね、結構高橋性強かったんですけども、若干その高橋性がですね、後退したといったところで、まあ、この金融引き締めの局面、引き締めのば利上げの最終段階ですね、まあ、こちらを確認する、まあ、結果だったというところで、まあ、株価の後押し材料になったんですけども、ただ、こう、週末に発表された雇用統計、 ですね。非農業部門の雇用者数が、まあ、前月比でプラスの51.7万人というところで、まあ、予想が18.5万人程度だったので、まあ、かなり上振れのサプライズだったといったところのインパクトですね。あと、同じ日にですね、ISM の非製造業景況感指数というのも発表されたんですけども、 こちらもですね、景況化の強さを示す結果だったというところで、景、ま、況、あ、化が強ければですね、引き締め傾向続くんじゃないのっていうところも警戒し始めてきたと。それでですね、まあ、この後アメリカの、まあ、市場のチャート見ていくんですけども、米国株というのはちょっと週末にですね、失速するような形になっているんですけども、つまり、 まあ先週のこのイベントを踏まえまして、金融政策の一致面の最終局面を確認しつつも、まだまだですね、景況化に対する、えっと、警戒っていうのはまだ続いているという状況だったかと思います。で、今後なんですけれども、次回のですね、FOMC というのが3月に開かれます。まあ具体的には3月の21日から3月 ただ、22日といったところありますので、まだ1ヶ月半近くですかね、期間がある、猶予があるというところありますので、この時間がある中で,です、ね、まあ、今後発表されていきます、まあ、経済指標、まあ、こういったところにです、ね、敏感に反応して、音楽で相場が動きやすい相場試合になっているといったところは、ちょっと注意しておきたい点かなというふうに思います。 ですので、まあ、トレンドとしてですね、株価がどんどん上がっていくというよりは、思惑で,ですね、一気に株価は上がったかと思えば、また下がってしまうみたいな、そんなですね、展開というのが、まあ、今後しばらくはまあまあ増えてくるのかな、そんな印象ですね。 で、また3月のですね、この FOMC、まあ、市場の大方の見方というのは、まあ、0.25%の利上げです。で、これによって、フェデラルファンドレートですね、こちらが5%という、一、まあ、つの節目に達する、まあ、予定となっていますので、まあ、5%に達した後ですね、さらにこう引き締めが続くのかどうかといったところもですね、注目されてくるかと思いますので、まあ、次回の3月21日と3月22日で、さらにその先ですね、その次は5月の2日と3日に開かれ 出る予定ですので、となっていきますと。とまあ、しばらくこの金融政策に対するですね。思惑まあ、こちらをベースにですね。まあ、市場のムードというのがまあ良くなったり、悪くなったりとそんな展開がですね。想定されるという形です。でまあ、足元で見ていきますと、翌週来週ですね。来週にはこの。 思わくに影響を及ぼすであろうとされている、まあ1月のですね、消費者物価指数、CPI ですとか、あとはこう売り上げだか、こういったことのですね、発表が控えてますので、ちょっと様子見というのも出てくるかもしれないというところは押さえておきたいポイントの一つかと思います。 でまあ、このあこの予定表でも、まあ、見ていくんですけども、えっと、決算ですね、まあ、国内は引き続き決算ラッシュ続くんですけども、まあ、アメリカの方はまはあ、ガーファームといったです、ね、注目企業の決算というのが、まあ、一通り一巡したというところありますので、山場を越えた感があると、つまりアメリカ株市場の方ですね、まあ、材料がちょっとこう少なめになってきているといったところありますと、やはりですね思惑とムードでまあ株価が動きやすいのかなといったところかなと思います。ででで番目ですす、えっと、ここに来てですね米中関係 の悪化ここら辺がですねちょっと懸念されてきてるような気がしてるんじゃないかな。 という,ふうに思われます、まあ、いわゆるです、ね、アメリカの上空に、まあ、謎の抗体、ね、物体がです、ね、確認されたと、でこれ、中国の偵察気球なんじゃないかという騒動が起きまして、で中国側もです、ね、一応、観測用の気球がですね、何らかの手違いで、まあ、アメリカの方に行っちゃってごめんなさいみたいな形にはなっているんですけども、ただ、この騒動によって、まあ、ブリンケン国務長官がです、ねまあ、2月5日から中国を訪問する予定だったんですけども、まあ、これが延期になってしまったというところです、ね で、まあ、ようやくです、ね、この米中対立、ちょっと改善に向けてです、ね、話が動き始めていたといった局面でもありましたので、まあ、これがですね、まあ、撃墜、まあ、先週末にです、ね、この謎の飛行物体、撃墜されたんですけども、それをアメリカ当局が回収して、分析をしてです、ね、その動向によってはです、ね、よりこの米中関係というのが悪くなってしまうかもしれないといったところには注意が必要かと思います。 でまたですね、今週の7日に、まあ、バイデンアメリカ大統領が、まあ、一般教書演説というところをやります、まあ。アメリカの政治の分野ではですね、一般教書演説を皮切りに、まあ、大統領選挙、まあ、来年なんですけども、まあ、こちらのですね、まあ、選挙戦が本格化の、まあ、いわゆるこう合法じゃない、スタートのですね、 まあ、ピストルを打つような形なんじゃないかと言われてるんですけども、まあ、こういったですね、この一般教師演説で、バイデン大統領が何をしゃべってくるかといったところも注目されそうかなという状況です。で、先ほどもですね、見てきたように、日経平均のトピックスですね、値動きにちょっと温度感がありますというところです。で、今週末というのは、まあ、オプション取引ですとか、ミニ先物取引の S q こういったものが控えてますので、株価指数の間にですね、こう、動きにばらつきが生じる可能性があるといったところで、ちょっとですね、 相場全体として統一感がないと。まあ、こう、相場はですね、そんなに弱くならない。 だろう,っていう意味としてはあるんですけただ、まあ、それぞれの株価指数の動きを見ると、その値動きにですねあまりちょっとこう統一感がないような展開といったところも想定しておく必要があるのかなというふうに思います。アメリカ市場につきましても、まあ、ニューヨークダウン、ね、先週ちょっと上値が重たかったんですけども、まあ、それと比べて、ですね SP500 ですとか、ナスダック総合指数というのは、こう上値をです、ね、積極にトライする局面がありましたので、アメリカ株市場もですね株価指数の間でちょっと温度差が生じているといったところありますので、まあ、日米ともにです、ね、株価指数のチェック というのはまあ、ちょっとこうしっかりしておく必要があるのかなと、そんな印象かと思います。 で、今週のものは予定ですね。まあ、先ほどの話したことの、まあ、おさらいでもあるんですけども、国内の方ですね。週末にオプション取引ですとか、ミニ先物の,の SQ がありますよというところです。あとは、まあ、景気ウォッチャー調査ですとか、あとはですね、国際趣旨、こういったものも発表されるといったスケジュール感です。で、海外の方ですね。まあ、米国株の方の、えっと、決算シーズンっていうのは、こう、一巡しましたよという話だと思うんですけども、まあ、例えば、こう、ローズですとか、まあ、いわゆるこう国内の消費関連ですね。 あとはウォルト・ディズニー、こういったところもまあ決算発表する予定はありますので、全くもってこう無視するというわけではないんですけども、一応、ポツポツ重要なものはあるんですが、一応、山場は超えたというところですで。あとはですね7日の日に先ほども申し上げた、バイデン大統領の一般競争演説が控えているといったところもありますし、あとは週末には、ですね中国のインフレ指標ですね、消費者物価指数と生産者物価指数の2つが発表されるといったスケジュール化になっています。 で、国内のですね、決算発表って、まあ引き続きラッシュを迎えていますが、まあご覧のようにですね、まあ続々と企業の、まあ決算発表がまあ出てくると、目白押しという形ですね。まあ注目されやすいのが、やはり明日7日のですね、ソフトバンクグループですとか、任天堂ですね、あと9日のトヨタ、まあこういったところが注目されるんじゃないかなといった形になるかと思います。 で、最後ですね、アメリカ株市場の動きというのも、ちょっとその温度差も含めて見ていきたいと思います、えー。ご覧いただいているのがニューヨークダウンの冷やしチャートなんですけども、先週末のニューヨークダウンの終値が33,926ドルというところで、週の取引見ていきますと、まあ、節目のですね、3万4000ドル台。ここをですね、超える場面というのはあったんですけども、まあ、乗せきれずに週の取引を終えているという状況です。 えっと、昨年の1月と昨年の10月の安値ですね。この高値と安値のこの下げ幅に対する下向きのギャングル、水色の線で描いてるんですけども、 このギャングルの 4×1 ラインですね。ここで上値が抑えられている状況となっていますので、まあ、ここを超えられるかどうか、そういったところが注目されていると。ただ、下の方がですね、順調にこう切り上がってますので、いわゆるこう保ち合いをこう作っているような形にも見えますので、まあ、基本的にはこの保ち合いから上離れすることができるのか、引き続きこの保ち合いを形成していくのか、まあ、そういったところが注目されるという形になっています。 なんですが、ま、あの、基本的には、ま、堅調なんですけども、上値重たいという状況かと思います。まあ、下段のマック D 見ましても、マック D とシグナルがですね、こう揉み合いながら、いわゆるこうゼロドルラインですね、この近辺で低空飛行を続けているといったところありますので、目立ったですね、まあ、相場のトレンドというのは出てきてないというところです。なので、基本的には、この揉み合いが続きそうではあるんですけども、一応明るい兆しとしましては、ちょっとチャートが見にくいので拡大していきますと、 この青い線の25日同平均線ですね。こちらと、えっと、5日同平均線。こちらがですね、まあ、いわゆるこうゴールデンクロスを仕掛かっているという状況になっています。 もしこれが達成できますと、移動平均差の並び順がですね、期間の短いものから25日、50日、200日というふうになりますので、いわゆるパーフェクトオーダーといった形になります。このパーフェクトオーダーというのが、まあ、株価がですね、大底をつけてからこのパーフェクトオーダーの形になってくると、まあ、株価がですね、その後上がっていく傾向があるといったようなですね、傾向がありますので、まあ、非常にですね、重要な意味を持ったりしますので、まあ、今週もですね、実際こう揉み続ける可能性はあるんですけども、 もみ合いを続ける中で、まあ、パーフェクトオーダーの形を出してです、ね、チャートの形を良くして、まあ、次の上昇に備える、まあ、こういったところがです、ね、試される週になるかと思われます。 で、最後ですね、ナスダックの方も見ていきたいと思います。ナスダックについてはですね、ちょっと積極的に上値を捉えしたような形になっているかと思います。先週末、2月の3日の終値が12000飛んで6ポイントというところで、まあ、節目の12000ポイント、こちらを超えてきました。 で、まあ、戦勝の動き見ましても、このオレンジの線、200日同平均線ですね。まあ、こちらからまあ株価が上離れるような形になっているといったところもありますし、あとはですね、この 直近の揉み合いですね。まあ、先ほど三角保ち合い、三角持ち合いの話したと思うんですけども、足、ま、元、あのナスダックというのは、こう下値とですね、上値、まあ確かにこの範囲で揉み合っているんですけども、この上値と下値がですね、まあ上下に広がっているような、まあ、拡大するような形になっていると。まあブロードニングっていうんですけども。 このブロードニングしてるですね、この揉み合いから、まあ、株価がですね、先週の木曜日と金曜日にですね、ポンと上抜けているような格好になっているという形になっていますので、まあ、こちらもですね、一、まあ、つ明るいサインということができるかと思います。またニューヨーヨクダウのところでも見てきました、25日移動平均線と50日移動平均線ですね。 こちらのですね、ゴールデンクロスというのは、まあ、ニューヨークダウンというのはこれから、まあ、ゴールデンクロスしていくんですけども、ナスダックについては先週の時点でゴールデンクロスが達成しているというところありますので、どっちかというとですね、ナスダックというのは非常にこう、強い動きをしてきたといったところが先週のですね、値動きからわかるのかなというふうに思われます。で、まあ、今後のポイントなんですけども、まあ、2021年の11月の高値とですね、12月の高値、この2つを結んだ上値ラインですね、まあ、ここを超えていけるかどうかといったところが焦点 なってくるとというところですねただですね、でこの先週の株価の上昇の勢いというのがちょっと強かったといったところあります。で、この50日同平均線と株価の返り率ですね、この推移というのをこう下段に示しているんですけれども、足元でですねかなりこの返りが進んでいるというところです。じゃあ、どのくらい進んだのかというと、まあ、チャート過去に遡っていくと、ちょうどですね、昨年の8月、戻り高値をつけたところと同じぐらいまで返りが進んでいると。 言った状況ありますので、ナスダックに関しては、非常にですね上、上方向の意識強めてはいるんですけども、まあ、加熱感も出始めているといったところは押さえておきたいポイントかと思います。で、まあ、スケジュール的にも来週ですね、消費者物価指数ですとか、まあ、小売り上げ高、こういったですね、注目の経済指標を発表されるタイミングでもありますので、まあ、ちょっとこの利益の確定ですね、こういったものに押される展開というのも、一応サブシナリオとしてですね、想定しておく必要があるのかなというふうに思います。 解説は以上になります。来週もですね、このような形でやっていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。また、楽天証券の投資情報サイト、トーシルでもですね、まあ、テクニカル風林火山という、周、ま、知、あのレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。